百田グループの皆さん、こんばんは。はい。まもなく時刻は午後11時です。はい。今日のテーマはこれです。はい。じゃじゃん。はい。林芳正外務大臣、中国のビザ発給停止に怒る。はい。はい。怒ってますて、カンカンやもう。はい。めちゃくちゃ怒ってるわね。はい。ですね。まあ、中国政府はですね、つい先日ですね、もう、日本人入れたらへんぞと。はい。お前ら中国には入れたらへんと。もうビザなんか出さへんって言ってね、言いました。はい。まあ、それはなんでかというとですね、なんかしたけど、中国の外務省の報道官はですね、10日やったら、昨日おとといですかね、中国への差別的な入国制限措置に断固反対すると。つまり、日本がですね、まあ、中国の観光客とか中国人が入ってきたらですね、陰性証明書を要求するとかですね、入国をこう、いろいろこう、ちょっと審査して厳しくするということに対して、差別だーってね、もうね、もう、この左の人はですね、左の人も左の国も、とにかく何回言ったら、差別だーって言うんですよね。はい。まあ、とにかく、もうこの差別って何でもないんですよね。だって中国でものすごい数の、なんか感染者が出てますからね。はい、コロコロの。それ当然ですね。いや、私はですよ。もう一斉に入国全部禁止してもいいぐらいなんです。日本政府は甘くてですね、もうこれ、逆差別ですよね。本当にもうひどいなと思ってるんですけど。で、ところは、まあ中国はですね、これは差別だと。だから、お前らがそんな、お前らって日本のことやね、日本がそこまで言うんだったら、わしらもお前ら入れたらへん言うてね。はい。入れたらへん言うても何にも困らへんですけど。はい。何にも困らない。私としてはですね、もう日本人は、まあ、あの国には行ってほしくないと思ってるんですよ。はい。だから、むしろですね、かの国が、いや、もう入れたらへんから、あ、ええやん、それでええやんと思ってるんですが、まあ、これに対してですね、林外務大臣が、怒った。ちょっと日経の記事を言いますね。林芳正外務大臣は10日、訪問先のアルゼンチンで、今アルゼンチン行ってるんですね。はい。何してるか知りません。はい。アルゼンチンで記者会見を開いた。中国政府が日本人などにビザの新規発給を停止したことに関して 新型コロナウイルス対策とは別の理由で、ビザ発給の制限をするのは極めていけんだ、あ、いや、いかんだと述べたと。はい。で、さらにですね、これ記事を読みます、中国政府に外交ルートを通じて抗議し措置の撤廃を求めたと明かしたということです。はい。また以下ずっと文章続くんですけどね、皆さんこの記事を読んでですね、林外務大臣がですね、とうとう外務大臣の仕事をしたんかと。おお、恐ろしい中国に対して文句言うたんか、すごいと。あるいはその、日本の立場をもうこう考えて、正当な権利を要求したんかと。すごいな、なんか目覚めたやんと思った人。まあ、そんな人いてないと思いますけど、そう思った人はアホです。はい。はい。ほんまアホです。はい。じゃあ、一部で言われてます。一部でこう言われてます。いや、これは単なるポーズやと。どうせな言うてもね、言うこと聞いてくれんから、一応まあ、カッコつけてポーズだけ取ったと。まあ、思ってる人も、まあ、大半おるかもしれません。違います。全然それ、ポーズでもなんでもないです。彼は、ほんまに怒ってるんです。本当に怒ってるんです。なぜか。だって、中国行きたいねん、もう。今、日本で一番中国に行きたい人物の筆頭ですわ。林さんはね。はい。もう行きたい。もうね、彼溜まってるんですよ。何が溜まってか知りません。はい。もうとにかく、もう行きたい。もう何年も行ってないんですよ。はい。多い時はね、1年間に7回も行っとったんですよ。はい。それがですね、もう外務大臣になってから、あいつは親中やとかね、なんとかトラトラにかかってるとか言われてですね、もうそれもう、そんな言われても、もう、そらもう、こっそりとか、プライベートで行かれへんやと思って、ね。もう行きたってたまらんねや、もうほんまに。それがね、まあ、いよいよこの間、外務大臣がこう、呼ばれるということで、まあ彼喜んで、やったー、とうとう行けるー、やったー言ってね、はい。
もう大喜びでさ、ほんでね、な奥さんが、しゃあないな、ほな、吉正さん、じゃあ私も一緒に行きましょうか。いやいや、お前は来んでもいい、お前は来んでもいいってね、もう嫁さんをまず止めて。で、嫁さんの妹さんやのが、林芳正さんの秘書やってるらしいですね。で、これがもう、なんか知らんけど、語学が堪能で、なんかものすごいらしいんですけど、で、その秘書もですね、お前も来んでもいいってね、はい。なぜ奥さんの妹やからね、何をバラせるかね、お前も来んでもいいってね。ほんで、まあ、とにかく、俺は一人で行くんだと、大事な仕事やから一人で行こうってね、もう大喜びしとったら、ところはもう去年の12月にですね、いやいや、延期や、延期延期って、私もう半分漏れてまんねんけど、言ってね、はい。もう何が漏れてるか知りません。そんな、清張なこと言わんといてもなれってね、言うても、なんかしゃべるね、いや、お前、日本はちょっと偉そうにしやがって、ちょっと、お前、いや、お前ら嫌がらせや。もうお前、もうお前、林、お前も来んな。しばらく延期や。頼ませた。春までにはとにかく頼ませた。もう私、もう爆発しそうでね。なんとかお願いしますわって、まあ頼んどったとこやと思うんですよ。これ私の想像ね。ところがですね、まあ年明けて、来られたね。もう、うちに国に入ってくるなと。日本人にはビザ、一切出さへんで。まあ一切かどうか知らないけど、もう出さへんで。ね。ほんならもう、林さん、カンカンや。何にわし入れへんのかいって思うんですよね。はい。もう、どうしてくれんねえと。俺も、ま、歩かれへんやで。ね、なんて歩かれへんか知らんけど。もうとにかく、もう大変やと。もう本当に、はい。もう、まあいいよ、まあいいの。まあ、ね、もう、夢のせいが現れるんや。でね、夢のせいってなんか知りませんけどね、はい。もう本当に、もう、夢のせいがもう、えらいことになってまんねえ。ってね、はい。いや、もう、ほらで怒って、もう早速、もうアルゼンチンで、もうね、アルゼンチンいうところまた申し訳ないね、なんかね、はい、なんでチンがついてるかわからないけど、そのアルゼンチンで記者会見で、許せん、もう、中国許せ、許せってね、まあ、私はね、もう怒りがね、もうわかる、彼の怒りがもうわかる。怒ってるやろな、そら怒ってるわ。あんだけね、もうお預けずっと食らわされて、外務大臣になってからもう、大方1年以上ですよね。まあ、ようやく外務大臣としてね、外相会議やるということで、中国に行けるってことになって、やったねーってね、でもう嫁さんも、まあ、もうお前家におれー言ってね、もうほら、もう行く準備しててね、はい、もうパンツも何面はっかいって分からん。もうそんな状況でですね、いよいよ行けるから、延期って、そら、清少な、そんな、清少な、言うてね、まあ、とにかく、なんとか春までには頼ませ、春までには頼ませ、言うてたのに、もういきなり、ビザやらん、ビザ発給せえへんって。もう、私はね、今本当に同情してるんですよ。はい。いや、もうね、もう、もう林さんのね、もう、心の叫びですわ。もう、いかんだ普段ね、こう政治家がいかんだいうのは、まあ、口だけだけですわ。でもね、今回彼のいかんだいうのはね、もう彼のね、もう本当にもう心の底からのね、叫びですわ。はい。いや、もう気の毒ですよ。いや、もうね、彼本当爆発せえへんかもって心配なんですよね。うん、ちょっと水流してね。まあとにかくね、もう私もね、もう中国政府に言いたい、ビザ発給一人だけでもやってくれと、はい、もう一人だけ、もう林さんだけは入れたってくれ、はい、もうねあくまでね、もうかわいそうな人間もうちょっといませんわ、はい、だってね、もうそれ命ですわ、はい、もうそれ命、もうね、帰ってくるな、あ、そうですね、本当にだからね。日本政府もですね、もう片道パスポートやったらいいと思うんですよ。はい。で、まあ、中国もですね、もうずっと置いといてくれと。はい。まあ、そんな気分ですね。はい。で、ビザ発給はですね、もうそのまま、発給停止はそのままやっといて、私たち日本人は誰も行きませんので、はい。
はい、行きません。ちなみに私は一生行きません。はい、行ったら私は行ったら帰ってこれない可能性ありますんでね。はいはいはい、行けません。私は行けません。多分私の家族も行きません。はい、誰も行きません。はい、まあそういうことなんです。ただね、まあちょっと真面目な話をしますとですね、いやこれね、向こうがビザ発給停止とか言うてきたいことはね、これを聞かとすべき、これは逆に、これを利用すべきです、日本政府は。これ真面目な話です。つまりやっぱり一方的にね、ビザ発給停止とかやると、これはやっぱりね、さすがに国際的にはやっぱり大きな圧力を生むということで、本当は気にすることないんですよ。本当はそんな全く気にすることない。だってうちの国の勝手やからね。本当に一方的に、ビザ発給停止して、ビザはいいのかなっていう、日本は。その要するに、もう入国禁止したらいいんです、本当はね。はい、ところがなかなかやっぱり日本政府はそれはできませんよね、ビビってもうて。例えば向こうが、日本人は入れないと言ってきたんやから、これはねもうもっけの幸いです。はい、これはもうその国同士の相互条約といってね、まあ相互方式で、やっぱりお宅がそれやったらうちもそうさせてもらいますというのは全然セーフなんですね。実はこれ2年前もそうやったんです。3年前だから、2020年から、3年前か、3年前も実はそうだったんですよ。日本はなかなか入れなかった、入国制限できなかった。ところはそうこうするうちに中国が先に日本人の、渡航制限、入国制限やったんですよ。それでやっとこさ、当時まあ安倍政権でしたけど、当時それでやっとこさ安倍政権も、中国人に対して入国制限できたんですよ。ですからね、これ3年前と同じ経過をたどってるんです。だから向こうが、ビザ発給停止して日本人を入れへんということは、もう本当にね、これはね、もうむしろラッキーと思わなきゃいけませんね。はい、うん、もうこれ本当にもうね、本当の意味ではラッキーなんです。これ本当にね、ラッキーって言うてるのはもう日本で林さんだけですわ。はい、ですから、まあ、林さんだけはね、もう入れたってくれと。はい、私そう思います。はい、やっぱりね、まあね、あんなね、まだってね、あの顔ですわ。だってね、もう東大行ってもね、あんな顔してたらね、それはね、もう恋もできませんわ。あ、よう結婚できたら思いますけどね。まあそれは言うてて、ですからね、もうとにかくあの人の人生の一番の楽しみはそこでしょう。はい、それをね、もうこの2年間か3年この1年以上もうずっとお預け食らっててね、はい、もう本当にもう顔見てください。もう本当にもう今でもね、もう顔からなんか、なんかか、もう顔から汁が出てきそうな、そんなもう表情してますやん。はい、めちゃくちゃ言ってて笑えるって、そう、私めちゃくちゃ言ってますかね。私今日はちょっと大真面目に喋ってるんですね。皆さん何言ってんだよ。はい、ブヒブヒとか言ってるのね。はい、林個人に対する制裁だったら、あ、そうか、中国は林さんに怒ってんのか。なるほどな。確かに。あれ一番聞くのは林さんやもんな。昔はかっこよかったって井川さん言ってたよ。あ、そうなのかな。はい。セクシーヨガってね。百田さん、顔のことやめましょう。ええやん、私、顔のこと言うても。私みたいなね、不細工な男はね、不細工な、男の悪い人言うてもええねん。僕がもし仮にね、もう、そらもう、ね、キムタクみたいな男前やったら、人の顔って言いませんよ。はい。でも私はね、やっぱりね、不細工な顔やからね、もう、不細工な男だったらみんな不細工言いまんねん。はい。でも私、不細工言われてもっかりまへんで。はい。リュウホウセイ、抜き抜きポン抜き抜きポンいうのはね、これはもう、闇の熊さんの特許ですからね。はい。闇の熊さんの用語ですからね。はい。顎なし、ああ顎なしだ、顎なかったつらいね。はい、でもね、リンさんはずっとその中国行くのは顎足つきで言ってましたからね。はい、顎つきですわ。はい、百田さんかっこいいですよ。だ、嘘ついてあげまへん、私はかっこ悪いですよ。百田さんハンサムちゃいます。はい、もうこんなハゲてね、はい、ハゲてもう眉毛は白いしね。はい、もう本当にもう飽きませんわ。もう若い時からあかんかったけどね、もう年いてますますダメになりました。はい、顎足枕つきって、うまいこと言うな、本当にね。顎足枕つきか、なるほどね。枕はね、英語でピローって言いますね。はい、
まあどうでもいいことやね、そんなことは。はい。顔は関係ないです。中身は問題。そう。中身はすごいよ、私。顔は不細工だけどね、この脳みそ、この脳みそ、この灰色の脳細胞はね、もう本当ね、自分でも思うんですよ。天才ですわ。はい。いや、なんでこんな天才やろ。ねえ。いや、すごいな、本当にね。あ、そうそう、話変わるけど、朝8、まあ私と最初有本さんが2人初めてね、今はもう完全に有本さんが主導権握ってますけど、この朝8がですね、とうとう、会員じゃないな、YouTube の登録者が10万人超えました。10万人超えるとね、この、銀の盾もらえますね。はい。ですから、まあ、有本さんは有本さんの個人チャンネルでも銀の盾1個持ってますよね。で、今回また朝8でも銀の盾もらったから、有本さん自分で銀の盾立つ。あ、待てよ。あれ2人でやってるから銀の盾半分かやな。だから半金の、銀の盾半分切ろうかな。シャーッと半分切って、私半分もらおうかな。はい。もう怒られるわ、そんな言うたらね。はい。有本さんもすあの、この間 YouTube すごかったね。ひまそらさんが出てね。はい。いやー、だからね、すごかったわ。自慢するけど、ひまそらさんをブッキング交渉したのは全部私ですね。はい。私のアイデアで私が交渉してね。はい。結構交渉大変だったんですけどね。はい。頑張りました。はい。あとは、本番の時にはもう全部有本さんにお任せでしたけどね。はい。そういうもんです。はい。えらい言ってますね。はい。もう一回ひまそらさん出して、はい。また出しましょう。はい。あれからまたなんか展開してきましたね。なんかね、ちょうどあの頃もあったかな。なんか、日本赤十字がね、赤十字ちゃうかった。赤十字ちゃうな。赤い羽募金か。赤い羽の募金がですね、ガンガンあんなとこ流れてた。まあ他にもいっぱい、怪しげなとこいっぱい流れてましたけどね。なんやねん、あれ。子供ら騙して、ほんまに、お前ら24時間テレビかって話ですよね。はい。もうね、こうなってることはね、日本の募金というのは本当に怪しいですよね。はい。私もね、いろんな、募金とか、募金じゃない、寄付とかやってますけどね、やっぱりね、なんと言いますかね、途中でね、中抜きされるような募金は私しませんね。もちろんね、中抜きもそれはある程度しゃあないですよ。だってね、そこで働いてると無償で働けというわけにいきませんからね。しかしながらですね、世の中には、もうそういうその、募金活動をしながら、実は、そこの幹部クラスとか理事クラスがめちゃくちゃ抜いとるようなそういう団体もいっぱいあるんですよね。はい。それだけでも腹立つのに、そういうところでガー抜かれた上に、さらにその募金額が怪しげな団体、左翼団体とかそんなところにばらまかってるってね、もうこんな分かったらね、煽らして煽らして、もう絶対募金なんかありませんね。まあ私は昔からその赤い羽募金なんかありませんでしたけどね。でも小学校の時やってました。やっぱりね、学校はね、そろそろ赤い羽募金やりますから、皆さん明日10円持ってきてくださいってね。私家帰って、母ちゃん明日募金やから10円ちょうだいってね。で10円持ってね。で10円か握ってね。で10円持って、で10円渡して、なんか学校の募金箱なんか渡して。でこんな羽もらえますね。赤い羽って言ったら、あれ鶏の羽ですね。鶏の羽に、ね、赤いやつ塗ってね、でこれをね、刺すんですよ、刺してね、はい、で赤い羽やってね、俺羽つけたから飛べるぞ、まあ何にも飛べませんね、はい、でまあ羽や言ってたら、まあその日の方角にはなくなってもね、あれ羽どっか行ってもたちくしょうって言ってね、はい、まあまあそんなんで、まあそうしてね、小学校6年間毎月ね、毎年10円払いました。私は6年間払ったお金はね、なんと60円ですわ、はい、ね。その60円もどこ行ったんやろ、ほんまにね。60円返してくれと言いたくなりますね。はい。まあそんなことでね、今日の青らしいライブ、これで終わりです。はい。一体私は何を喋ってるんでしょうか。はい。昔は針でした。そうそう、針ですわ、針で。はい。村木敦子。そうですね、この間、びっくりしましたわ。YouTube でね、YouTube の朝8で、いきなりひまそらさんが、いや、これはね、後ろに控えてるボスは村木敦子ですよ。こっちで名前言いよった。名前言いよったねと思ってね。はい。でも生放送が止められへんな。もうその後はもうバンバン名前出てました。私はもうええわ。もうどうでね。もう出てもたもしゃあないと。もう一回出たらもうあとはダダ漏れや。ああ、だってもううんこ漏れそうな時、そう、あ、漏れたか、ぐっと我慢、我慢、我慢、思って、あーってなー。
出たら最後ね、あれ止められませんね。最後まで出ますね。はい。はい、皆さんも経験あると思いますけどね。はい。あれね、もうパンツの中で出た時ね、さあ、出た、ああ、もう全部出るもん言ってね、あれ全部出る時は悲しい思いですよ。あれ本当にね。はい。ひゃくちゃんアップやめてって、すいません。ごめんなさいね。はい。チャット早すぎやな、ほんま、皆さん、思いっきりチャット打ちすぎやで、これ読まれへんで、こんな、はい、話、もう、めちゃくちゃ泣いてるやん、めちゃくちゃ出てるやん、はい。闇熊にゲリラ電話、ポーンってやってますね、はい。いやまあ闇雲さんも今もしかしたらライブやってるかもしれんね、はい、闇雲さんのライブもおもろいねあれね、好きやね、闇雲さんちゃうわ、闇雲さんや、はい、闇雲のね、私の息子の友達に闇雲に乗ってね、はい、5の2のやつで高校選手権優勝してましたわ、はい、大したもんですよね、はい、その年にうちの息子は高校選手権第4位でね、はい、闇雲君がだいぶ差がついてましたけど、はい、何これチャットでこんなもん早いねこのチャットね、話に関係ない話、百太のお父さん娘さんください、もう本当に娘もらえええ年なんでね、どっかに早く嫁に行かなあかんねんけどね、はい、7024人が、ほんまやね、たくさん見てるね、はい、ようこんなもん見てますね、おもろいかな、はい、おもろないと思いますけどね、はい、辻さんどうもいつもありがとうございます、はい、もうチャットいただきました、はい、今日初めてのチャットちゃうかな、はい、ハンターハンターね、そうそう、富樫さん、日村さんさんはハンターハンターが好きなんですよね、あのハンターハンターと言いますとですね、あの富樫さんという人が書いてるんですが、富樫さんね、ある時ね、もう途中で漫画描かなくなったんですよ。この理由はすごいね、あの富樫さんが一生懸命頑張って書いた時はですね、最高税率が 70% 取られたんですよ、全部合わせてね、税金 70% 取られたんですよ、 70%、 はい、 70% 取られてね、だからまあ富樫さんはね、まあ、売れっ子漫画家やからね、1日20時間ぐらい書いとって、1日20時間ですよ、ぐわー書いて書きまくっとったよね、でもうそれでもう本当にもう睡眠時間ほとんどない、遊ぶ時間ほとんどない、もうまあ林芳正吉本さんみたいにね、もう女の子となんとかいう時間全くはない、それひたすら書いて書きまくって、ほんでもうまあたっぷり稼いで、ほんでそれが 70% ガー取られていったんですよね、はい、ほらその時ね、富樫さんある時気ぃついて俺 70% 税金取られてるのか、はっとということは待てよと、俺いつも毎日20時間仕事してる、そのうちの14時間は国のために仕事してたんかいと気ぃついてしまったんですよ、俺何年も1日20時間仕事してたけど、実は14時間は国のために仕事してたんや、ああいうこと分かってね、それから富樫さんは、まあ、ハンターハンターの作者ね、富樫さん、アホらしい、仕事するのやーめ言うてね、そっからね仕事しなくなってしまったですよ、でもね、まあその気持ち分かりますよね、うん、本当そうですよ、おかしいですよ、あの累進課税いうのはね、一生懸命働いて出てるか、まあまあ、もちろん経営者とか楽に稼いでる人いますけどね、大概そのクリエイターとかですね、例えばスポーツ選手とかですね、何でもしたけど、自分体と自分の能力で稼いでる人間はですね、思いっきりやってるんですよ、スポーツ選手もそう、もうね、もうほんまこれで練習やめようかな、しんどいなって、いや、あか、ここで練習せえへんかったら、俺は、あの、一流になるな、ね、俺は超一流目指す、もう頑張ろう、ガー頑張ってね、もう自分の体を痛めて、それで一流選手になって、ガー稼いだ、ほんなその分国が、お前よう頑張ったな、ほんなガッサリ取ってくる、え、ほんな俺のあの頑張りは何やねんと、はい、俺のあの頑張りは国のためやったんかいってなもんところありますよね、はい、ほんとそのだからね、まあ、もちろん税金もね、それはもう、まあ、累進課税ある程度しゃあないと思いますけどね、あの日本の場合は本当にね、悪平等ですわ、はい、で、まあ、もちろんね、その低所得者から頑張って取れたら言いませんよ、でもね、まあ、低所得者は全くほとんど税金ないんですよ、で例えば生活保護なんかもう、税金全くありませんからね、はい、それから医療費もただですよ、はい、でだから病院なんか行ったらね、もう私が病院行ったら並ぶんですよね、2時間ぐらい、私時間ないんですよあんまりね、それでもやっぱりなんか調子悪い時はやっぱどうしてもやっぱ病院行かなあかん時は一生懸命時間作って別に病院行くんですよ、ほんなら、はい、はい、これ並んでください、並ぶのですか、どのぐらいかかりますか、そうですね3時間ぐらい、3時間も言ってね、
もう3時間並ぶんですよってね。ほなそこにバーおる人ね、まあ、言うたら悪いですけど、生活保護の人たくさんいるんですよ。こんなん言うたら また差別って言われるか困るけど、これ事実やからしゃあない、たくさんおるんでね。そのお金私が払ってますね、医療費とか。まあ私が払ってないけどね、要するにまあ彼らも医療費ただですね。ほんで、まあ生活保護、生活保護なんか私の税金からだいぶいってますよね。ほなね、思うな、特定思いますね。ちょっと待って、俺優先的に一番前にしてくれやと思うんですけどね。そんな言うてもね、通じませんわ。はい、しゃあないから3時間もっと待ちますね。はい、これな、この3時間家で仕事できたのになと思いながらね。はい、何言ってるでしょう、このライブは私の愚痴ですか。はい、愚痴です。はい、ね、最初林芳正さんと同情ライブやったのに、最後は私の愚痴ライブで終わってしまいました。ちょっと水飲まして、氷入ったね、いっぱい、美味しいね。はい、まあそういうわけなんで、今日のライブ終わりです。はい、最後ゲップで終わってしまいましたね。はい、もうゲップしたらあかんよってね、嫁さんにいつも怒られてるんですけどね。はい、もうゲップやめとけってね。はい、なんでゲップすんねんって、だって水飲んだらゲップでね、飲み方わかるんや、空気と一緒に飲むからってね。はい、でもなんか空気と一緒に飲んだらたくさん飲めたら気にしてね、ちょっと得したら気にするんですけど、お前アホかって嫁さんに言われましてね。はい、まあ、空気飲んでば得す、まあお腹いっぱいならんやろ、どうせ最後出るやろ。そうですね、で、でも全部出えへんで、全部出えへんということやろ、お腹溜めとるやん。いや最後は兵として出ますね、やっぱり出しとるやないか言われてね。まあもう一日中怒られてますね。はい、まあまあそんなわけで、まあ一応今日は終わります。はい、何分喋っとるやん、もう26分喋っとるやんけ、もうこんなしょうもないことをね。はい、本当にね、汚いなこのひげ、ひげぐらい剃って出ろやっちゅう話で。はい、ちゃんとせいやで、誰に言ってんねや、自分に言ってんねや。はい、天才というのはね、自分で一人で自分で喋りますね。はい、自分で言われてと驚くという、そういうタイプですからね。はい、落語家百太郎き、落語家ちゃいますね。はい、これでも小説家ですわ。はい、たまにおならして出て、たまに、まあ、私しょっちゅうおならしてるんですよ。ただマイク鼻出るからね、おならの音聞こえへんねんさ。だから喋りながらね、あ、また出たとか思うんですけどね。はい、ショーン・コネリーとか言ってますね。ショーン・コネリーはね、なかなかかっこいいハゲでしたけどね、私の場合はもう全然かっこよくないハゲですわ。はい、あ、山口先生はいつ、あ、そうですね、山口のりくさんはまたしばらく出てもらわなかったな。はい、ミワちゃんがなんか、チャットくれたね、ありがとう。はい、すいません。はい、炭酸水いいですよ、どんどんゲップ。炭酸水はね、普通の水やね、これ。はい、帽子はって書いてあるんだ、帽子やな、帽子。はい、帽子もかぶろうか。はい、まあこんなや。はい、まあ何かぶっても似合うわ。はい、まあそんなんでね。はい、明日の朝8ね、なんか明日の朝8またすごいらしいね。なんかあの、有本さんがあの岩国でたった一人で戦って、一人じゃないかもわからないけど、ものすごい頑張って戦ってる、その、うん、あの市会議員ですかね、県会議員、どっちだったら忘れた、市会議員かな、岩国の市会議員、すごい頑張、あのなんかすごい人らしいです、侍みたいな人らしいです。その人を呼んでですね、また上海電力といろいろやると。この間ね、昨日の朝、ニコラモの有本香織チャンネルで、なんかすごい発言出たらしいね。はい。なんかすごい発言出たらしいね。何あの、一期しかやらんって言ってね、二期やった、おっちゃんがですね、この上海電力のことですね。まあ、これで言うたかな。これで言われへん。はい。私も言うな、言われてるんでね。はい。もう、その話聞いてね、って、びっくりした話あるんですよ。はい。これ言われへんな。これね、有本香織、ニコラモの有本香織チャンネル見たら出てきます。もう、はぁ、ほら、もう、ほら、びっくりしますね。すごい話が飛び出したんですよ。はい。うん。でも、だって言われへん。はい。まあ、そういうわけで、終わります。はい。バイバイ。はい。